コース様、ようこそいらっしゃいました。個室をご用意いたしました。勝利様がお待ちしております。陽光様は何か大事があるたびに人払いをし、三名の腹心だけを連れてこの軍玉閣を訪れます。腹心を連れて何をするかって、それは腹心に情報整理や書類の処理をしてもらうためです。書類が次から次へと壁に貼られ、それは多いほどいい。しかし白い壁が書類で埋め尽くされる前に、陽光様は決断を下されます。その後、彼女は全ての資料を細かく裂いて紙切れを窓の外へと放るのです。その様、まさに壮観。ゆらゆらと揺れ落ちる、それはまるで突如現れた雪と見まがうほど。紙切れに書かれた文字は、このリーユエの商人が見れば雪の上に落とされたインク、実に目に留まります。このような詩があります。ひょうひょうと雲上から落ちてくる雪、一辺の文字でも頂上なり、一年で山河を飲み込む勢いあり、天堅を尊ぶこと誰しもが知る。